ベンチ公園にある石像のベンチ、スペイン。庭にある、ベンチ公園の金属製ベンチで眠る人々、イランの首都テヘラン。現代的デザインの金属製、ベンチデスバレー国立公園の、ベンチアメリカ合衆国カリフォルニア州にある、デスバレー国立公園北東部の標高3755フィート地点に、ポツンと置かれている、木製ベンチ。 世界中の継承地にベンチを設置して回っているマノセカグループがシエラネバダ山脈の圧倒的眺望を座して楽しむことを目的として設置した。広告があるベンチプレイヤーズベンチバルセロナのカンプノーベンチは古代より伝統的には背もたれのない腰掛けの一種を指す。しかし現代では横に長い椅子の形状をした腰掛けをも指す。 昔ながらの背もたれなしの腰掛け型や長い椅子型のほか、上から見ると円形、楕円形、三角形のものや、その他様々な形状のものがある。個々の区画に区切ることがないため、肘掛けがないか、あっても両端部にのみ設置しているものが多い。また、背の部分がない椅子であることも多い。材質としては、石造りのものは古代から世界各地に存在した。 現代の都市社会では座面には木製、合成樹脂製等が用いられ、脚部に金属が用いられるものが主流となっているが、コンクリートや石等で脚部が地面に固定されている据え付け型も少なくはない。ベンチは広場や公園、街路樹のある場所、待合室、駅のプラットフォームなどといった公共空間に設けられていることが多い。定員については、 数とかけのものもあるが、基本的には二人以上座れるものが多い。しかし、鉄道車両のロングシートなど設計上の定員はある。ものでも、設計が古い、荷物置き等に使われるなどで、実際にその定員を守ることが、利用者のマナーに委ねられる事例がままある。現代の都市社会において、公共施設に設置されるベンチには、リサイクル材が用いられることが多いと言えるかもしれない。 少なくとも環境問題に比較的意識の高い現代のヨーロッパや日本などといった地域ではそうである。変わった事例としては日本の京王電鉄が使用済みの定期乗車券やパスネットカードを回収して再利用したエコベンチがある。スポーツにおいては競技場内で選手やコーチなどが試合中に着席するために使用されている椅子、すなわちプレイヤーズベンチを指すが その椅子を含めて競技者が控えるエリアをベンチと呼ぶことが多い。そのため、選手として出場登録されることをベンチ入り、控えとして入ることをベンチスタートと表現する。このエリアを指す場合、サッカーではテクニカルエリア、野球ではグラウンドレベルより床が低いものをダッグアウトと呼ぶこともある。また、特に野球においては監督、 コーチ陣など作戦を担当する者たちをベンチと称する場合があり、メジャーリーグベースボールでは、コーチングスタッフのうち監督に次ぐ地位の役職を、ベンチコーチと呼んでいる。筋力トレーニングを行うための長い椅子も、ベンチと呼ばれるが、通常のベンチとは違い、横方向にベッドのように一人で仰向けになって使用する。それを使った代表的な種目として、ベンチプレスがある。なお、 自動車の一部座席が平面のベンチシートがあるが、せずりがあり、また自動車用の椅子でもあることから、安全装置としてシートベルトが設置されているため、乗客の位置が決まっている。世界最長クラスのベンチは、国際的に一般にあまり知られてはいないと見えて、各物件の関係者や関心を持つ人が個別に、世界最長を謳っている。 事実に反して公式当事者が歌っている場合や記録をよそに更新されたものが世界一の看板を下ろさない場合もあり、それらを元にした記事は観光情報サイトを含めてインターネット上では数多いギネス世界記録による世界一長いベンチは日本の富山県南都市にある随泉寺前に設置された全長653.02メートルの木製ベンチか ブルガリア南西部の町、パザル軸にある全長線15メートルの木製ベンチのいずれかである。パザル軸のベンチの方が、随戦時前のベンチより長いことや、随戦時前のベンチになぜ木製という限定条件が付け足されているのかが疑問点としてあり、これに対する回答は見当たらない。また、イギリスのリトルハンプトンにある風変わりなベンチも、 世界最長の可能性がある一つである。サンセットヒルインマスホーのベンチ、石川県志賀町とギ両オ町のマスホー浦海岸沿いに、ある長いベンチ。全長460.9メートルで、かつて世界一長いベンチとして、ギネス世界記録に登録されていた。ありがとうございます。